女性はね、体が調子が悪くなるとろ過しないで溜め込むんですよ。本当に見てるとええー、っていうかもしれませんけど、更年期障害って運動不足です。人間ってね、面白くできてんの。体が悪くなるでしょ、調子が悪くなるでしょ、どこかにその毒を吐き出すっていう、そういうまあ自浄作用があるんですね。だから汗かいたりいろんなことするじゃん。で、女性はね、体が調子が悪くなると子宮に集めちゃうの。例えばそれが腎臓にでろ過するとか肝臓でやるとかって男性は行くから、女性よりも男性の方が早く死んじゃうんですよ。早い話が、女性は子宮に集めます。ろ過作用ってのは、まあ、膵臓、肝臓、腎臓なので、あそこでろ過をして、まあ、ある程度体を弱めながら男性はろ過するけど、女性はろ過しないで溜め込むんですよ。だから婦人系が弱くなるっていうのはこれ仕方がない。でもそれじゃあ女性の性質としてみんな子宮が弱くなるわけってなっちゃうじゃん。違うの。俺ね、今日こんなの持ってるんだけどね、僕ね、これ今いつも持ってるんですよ。これあの何かっていうと、中に熱いお湯が入ってます。左右僕ね、冷たい水をやめたんですよ。お湯に変えてみたんですね。やめられないんです。これ飲むようになって体すごく調子よくなりました。そうするとね、やっぱり体の中で冷やさないでしょ。で、実は一番心臓よりも遠くて、生理以外で血液が集まりづらいのが子宮なんですよ。で、そこってやっぱり冷えやすいので調子が悪くなっちゃう。そこにいろんな霊的作用でマイナスの感情が雪のように降り注ぐ。そのことによって婦人系が調子が悪くなる。じゃあまずあったかいのを飲みましょう。体温めましょう。体の体温がとにかく維持されていることと、健康状態、調子のいい状態がやっぱ長く続くんですよ。女性ってなんでその一つは乳がんができやすくなるかというと、そこに乳腺というものがあって、無数の、まあ、細胞がそこに集まっているというのもあるんですよ。だからその流れが悪くなってしまえばね、常に例えば子供ができればそのお乳をあげられると、それお乳が出るところだからそんだけの乳腺が集まっているわけ で常に動いている状態が普通ですよね。で、それが子供ができないまでの間は動かないということは停滞している、もしくは準備している状態で、若い時はいいんだけども、ずっと子供を作らないでいて、ずっと、使わない状態でいると詰まってくるのは当たり前のことです、普通に言えば。だからそれは海外では何をするかっていうと、マッサージをするとか、そんだけやっぱり、乳腺がたくさん集まっているので、まあ、血流を良くするとかっていうようなことをしている人たちもいるし、まあ、乳がんに対する勉強、まあ、その胸に対する勉強っていうのはとても多いんですね。で、日本ってそういうことはタブーとされてるんですよ。あんまりそういうことを表立ってやりますよっていう人いないでしょ。でもそれって今インターネット見ればね、いくらでもケアの方法出てると思うので、自分の胸は自分で守っていかなきゃいけないですよ。まあ、もちろんその引力に逆らってこう体の中に突き出てる部分ですから、当然それは大変な負担がかかるわけですよ。この重たい脳で、ね、頭であっても体で支えてるじゃないですか。胸はどこも支えてませんから、で揺れるわけですから、それはいろんな障害が起きて当たり前だと思いませんか。そしたらそれは当然、まあ、僕は別に下着屋さんじゃないですけど、ブラジャーも含めてね、健康に本当に自分の体に合ってフィットしたものをつけないと危ないし、ケアもちゃんとしないといけないしってことは大事だと思います。そういうことを日本人はしないので乳がん多くないかなっていう。でもあとは一つやっぱり言えることは、乳がんになったらどうしようという心配が多すぎてなるっていうのもありますよ。やっぱり同調していくので意識は、だからそこはやっぱり気をつけた方が、ね、あんまり考えすぎない方がいいよね。更年期障害の件なんですけど、うん、結構検索するとチェック項目とかがよく出てくるんですね。情報がこれだけある分余計にそれ見て、あ、やっぱり更年期障害だって思っちゃって、ますます悪くなる人も多くないのかなっていうのがぶっちゃけ私のちょっと感想ですね。僕はね、医学者じゃないからね、医学的なことをここであまり発言できないけども、
まあ、分かる知識で言えばね、更年期障害症候群なんですよ。あれ症候群なので風邪と同じです。原因理由はないんですよ。症候群っていうのは、まあ、ちゃんとした病名がつけられない、特定できないけども、一つのこのカテゴリーの中に当てはまりますよねっていうのが症候群って言いますよね。本当に見てるとええっていうかもしれませんけど、更年期障害って運動不足です。運動したらな、運動してると更年期障害来ないですよ。だから海外の女性とかで更年期障害ってないですよ、ほとんど。肩こりもないって言います。何かというと、それは生活習慣病のことを男性で言うとメタボブっていうでしょ。要はだから、あのお酒飲んじゃったりとか、あの接待のあれでどんどん太っていくじゃないですか。うん、あれも症候群で、要は女性で言うと更年期障害で、更年期障害って平たく言うとホルモンバランスが崩れましたよってことを言ってるわけですよ。要はそういうことが言えないじゃないですか。ホルモンバランスが崩れたっていうと、じゃあどんなふうに崩れたのっていう、また病名をつけないといけないから更年期障害と言ってるだけなんですよ。だからそれは運動していけばいいことだし、でちゃんと食事のねバランスを取っていけば起きないですよ。だからみんな勘違いしてるのは、40過ぎたら50過ぎたらみんなそうなるっていうふうに思ってますけど、大概の日本人運動しないから、その年になったらそうなるってことですよ。例えば40肩になりました、こんな、じゃあ20代30代からずっと運動を続けてる人いますかってことですよ。そしたらそれは年齢的にいけば自然の摂理として40肩になりますよ。で海外の人なんかでも常に、ね、アスレチックしたり、常に運動する人たちは更年期障害ないですよ。だそれはだから皆さんの中で年が来れば、年齢が来ればね、そうなるという思い込み病です。だって10代20代で更年期障害来ないですよ。だって体を作ってる段階、細胞分解をね、細胞分裂をしてて成長してる段階だから。問題は成長が止まってその後維持していくときに起きるわけじゃないですか、分かりやすく言えば。だから運動しましょうよ。で何よりもね、これ俺しつこいけどこれ熱いお茶、これだけで変わりますよ。まだまあ一言で言えば更年期障害は運動不足です。